銀行という姿勢が強すぎたんで、避ける姿勢にはちょっとならなかったんですね。相手を聞いたらどうしても踏ん張って打ちに行く動作にすぐ切り替えようという気持ちがちょっと強すぎましたね。今手元に3ラウンドまでのスコアシートが来ました。アメリカのスティーブ・モローは29対28、そして韓国のパク・ドンガンは30対27で長谷川、そしてアメリカのマキシモ・デルクか29対28で長谷川、三者ともに採点の上では長谷川穂積を支持していました。飯田さん、残念ですね。本当に、まあ、ワンバッチという感じを持っている選手には、注意しなきゃいけない。